このままいい？休憩ないけど。横包丁のここから、まあ口の方をつけて、つけていきます、はい。棒を通して叩いて、なんですかね。先端叩くと開くので、はい、で止まるんですね、はい。でこれで動かなくなる感じで、まあ、ざっくりの流れですと、まあ、ハンドル台つけて穴開けして、わかりやすい、へえ、口尻金ですね。うちの場合はエンドの金具もついてるの で、はいはい、でそこから粗削りをして、ここのネジを切る穴を掘ってボルトで止めるっていうのがざっくりな流れですね、はい。専用ネジを作って、でここでまあちょっとサイズ違うかな。でもここに入って、はい、こういうふうにギュッて締めるんですね。ちなみにこれ白い素材なんですか？これはデュポンコーリアン材です。いわゆる人工大理石ですね、はい。天然素材を使った人工大理石の高級品ですね。はい、ありがとうございます。ここでちょっとコアポイントがまた入っちゃうんですけど、はい、お願いします。普通溶包丁を作るときって、はい、金具を乗せました、はい。溶接すると済むんですよね。はい、でもこの素材ぐらいこう焼きをシビアにすると溶接が効かなくなってくるんですね。折れるリスクが跳ね上がってくるので、はい、実際うちも溶接でテストしてる時あるんですけど、はい、やっぱり折れてしまって、はい、売り物として危険性があって心配しながら使ってもらうのはダメだなということで、溶接をするんであれば溶接ができるぐらいの性能に落としておかなきゃいけない、はい、でまたはクラッドにするかですね、はい。うちはやっぱりソリッド作りたいの、いいもの作りたいってなってくると、ソリッドで溶接が効かなくなってくるとハンドルを手でつけていくしかなくなっちゃうんですね。そうすると溶接でこう済むところを全部パーツを作って手で組み上げていかなければいけなくなってくるので、手間とコストがやっぱり跳ね上がるんですね。でまあそれが溶接ができないソリッドってやっぱり物としてはすごくいいので、うん、それだけの価値があると思って、はい、溶包丁のハンドル作りは、うちの工場で全部やっている感じです、はい。でなぜ手で組むの難しいのっていうとですね、はい、例えばなんですけど、はい、シンプルにこうですよって言ってますけど、はい、いろいろ用意してくれてるね、はい、例えばですけど、これ原材料でいうとですね、はい、ちょっと形違いますけど、プレス屋さんでこれ作ってもらってますけど、設計してね、ここ平らに見えますけど、はい、実は全然平らじゃなくてですね、組み合わせた時に隙間って絶対出ちゃうんですね、はい。でそういうところを完全平面にしていきます、はい。でなるほど、まず内側をピタッとですね、はい。で当然包丁の内側も完全フラットにしておかないと、はい、つけた時にここに背中に溝ができたりとかしてしまうので、はい、完全に平面を作らないといけないです、はい。で段階的にこういうふうに先にですね、はい、パーツを作っちゃいます。ほう、この時点で相当な手間がかかってますね。つなぎ目見えない？そうですね、つなぎ、はい、もちろんこうこっちと最初はね、はい、ありますので、はい、すごい。で1面磨いて、はい、継ぎ目ほぼほぼ見えないですよね。ほぼ見えないです。でこれぐらいでないと包丁につけた時に吸いちゃいますので、はい、そういうのを一つ作ってる途中ですけど、はい、うわちょっと傷がつくといけないので、はい、まあ全部こういう風にピシッとしたものをこう作るんですね、はい。これ気持ちいいですね。これ1個でも多分本当に安い包丁1個くらいの工賃かかってますんで、うん。そんな感じで完全に成形してからくっつけるんですね、はい。そうすると隙間のないものができるんですね。でとりあえずガサガサっとくっつけていくと、まあ、こんな感じの粗型でこうここのパーツはさっき今見ていただいたものを棒を通して叩いてくっつけていきます、はい。でハンドルつけてかしめていくんですね、はい。でそこから下で見ていただいたように研磨がかかるんですね、はい。で例えばですけど、はい、ここって、はい、異質のものをこうくっつけてあるんですよね、はい。でもここ一つの金属みたいに見えませんか？一つの金属だと思います。思いますよね、普通だと、はい。でもこ3パーツが組み合わさっているんですね、はい。で曲面も同じように削った時にここの隙間が出ないってかなり難しいです。お願いします。はい、じゃあこれなんですけど、こういうの粗い、あ、めっちゃガラガラ、はい。
変えて、はい、あのハンドルの形でヒットさせる。なるほど、なるほど。うわぁ、どんどん当たってる感じ。はい。どうやってやってるんだろう。まあ、最終的には板にならないようにとか、はい、同じように。あ、そうなんですね。まあ、ダンとか、まあ、鉄塔とか。え、本当に目つぶったら分かんない。というくらいに仕上げていきたい。めっちゃ綺麗。うわぁ。結構、腹とかこう、くぼんでるとことこう、膨らんでるとこがあるので、はい。だから、こう、平らなものとかに当てると、はい、苦手ないんですよ。なるほど。だから、こう、規定の機械では、ちょっとできない。なるほど。機械欲しくなりましたね。機械だと結構便利。ね。こういうふうに横も全体的に当てて、はい、刺さっていった。いや、すごい。ありがとうございます。まあ、これをちょっと繰り返していくっていうか。はい、指サックっていうんですか、そうです、指軍手の予備が。指が、だから、もうする、そうすると、全然焦げるんじゃないですか。移住することで、こう、当たりが柔らかくできる。ありがとうございます。すみません、美しい、ありがとうございます。すみません。あんな感じで、ソリッドで性能上げようとすると、溶接ができない、自動研磨がかからないっていう、もう手で削るしかないよねっていうところにたどり着いてしまうのが、うちのフルカスタムな感じですね。はい、ハンドル素材がいろいろと面白い。いろいろあります。あの、氷安材だったり、氷安材もね、いろいろと拾っておいて、はい、で、マイカルタ系のものなんかも、やっぱり安定して人気がありますね。はい、わかるだけなんか、ちょっとこの辺では、まあ、限定的に、まあ、医療、樹脂化、半樹脂化した、はい、ウッド材ですね、はい、オフラ材とかをこう、はい、色入れていくもの、あとはアイアンウッド材ですね、はい、アイアンウッドっていうとアメリカからメキシコあたりの砂漠地帯に埋もれた半化石化した木ですね。なのでかなり硬くて、はい、で、磨くとピカッと美しく光るようなもので、はい、これも高級素材になります。はい、見たものを、いいですね、はい。はい。あとこういった色の入ったジグドボーンなんかもあるんですけど、はい、ジグドボーンって、ね、あ、そうですね。ジグってまあ引っかき傷がジグって言うんですけど、はい、まあ引っかき加工された骨材ですね、はい。バッファローの骨になります。はい、で、まあいろんな色に。はい、染められます。緑だったり赤だったりですね。本当に染められるのいいですね。そうですね。で、日本ではちょっと染めるところがなくて、はい、一応原材料今ちょうどいくつかありますけど、まあ、全部これ骨材です。日本ではこういったなんかね、ナイフハンドルとかの加工ってあんまり需要がないので、日本でやってるところなくて、はい、で、アメリカだったりヨーロッパだったりで、色を入れてきます。はい、でちょうどここにあるのが今これジグがないタイプなんで同じ材料なんですけど、あ、同じ骨なんですね。そうですね、バファローの骨ですね、はい、で、ここに、要はいろんな染め方をしています、はい、で、まあ、これテスト品なので全然製品になるかどうかわからないですけど、こういった原材料から探して作っていってます。自分たちでこういうもの作りたいよねってだんだん近づけていくみたいなのが、はい、ありますね。何でも挑戦しています。あと、まあ、先ほど和包丁にもありましたけど、カーボン、はい、カーボンファイバー、カーボンファイバーもいろいろ折り方があるので、また後ほどというか、そうなん、ちょっとハンドルに関してはこのまま試作品がいくつかあるので見てもらいます。はい、はい、楽しみにしてます。さっきのボーンプロジェクトと呼んでいるものですけど、はい、で、この中で、例えばですけど、やっぱいいねっていうのが、うち的にはここまでかなっていう感じですね。はい、ちょっとこれは好みが分かれますけど、はい、うちの社員内でも、はい、これは製品化していいんじゃないっていうラインは、絶対合格がこの2つ。まあ、そこそこかっこいいし、製品化できそうな気がしますよね。はい、で、ここら辺だとちょっと色が、個人的には好きなんですけど、好み分かれるかなというところで、まあ、このまま、三角。はい、でここら辺からちょっと例えばですけど、はい、
もう誰がどう見てもスイートポテト。そうですね。ちょっと NG だねっていうことで、これはボツですね。そういうことで。はい。でちょっと色の入りが悪かったねとか、紫もっと鮮やかが良かったよねとか。なるほどなるほど。で赤だとちょっとグロテスクになってくるかなとか。そうね。あの好みはね、あの、はい、これ好きっていう方もいらっしゃると思うんですけど、はい、全体的に言うとちょっと生ハムっぽさとか、あのね、ちょっと、ね、肉と、はい、ちょっと血みたいな雰囲気も出てくるので、ちょっとこの辺り4つはアウトだねって、これはちょっと可能性はあるんだけど、はい、少しどうかなというようなところで、こんな感じで研究していきます。で、ここはもう1回サイトライ中です。はい、ここまでですね。はい、っていう感じで、サイトラインでこうもうちょっと違う染料を使ったりというような感じで、開発していたりします。あとカーボンファイバー剤とかいくつかやり方がありまして、はい、例えばですけど、まあ、これ全然開発中のボツなんですけど、あの要はカーボンファイバーのただの塊、はい、なんかさすがにちょっとすごい性能いいんですけど面白みがないかなっていう、そうですね、でちょっと折り方を変えて方の、かっこいい、これ回線っていう、はい、ちょっと鱗みたいでかっこよさありませんか。めっちゃかっこいいです。かっこいいですよね、はい、であのこれちょっとこういうところのなんかあれですかね、こう、うん、繊維性もちょっとかっこよかったりします、はい、取り方によっては結構かっこよく取れたりするんですけど、はい、この辺は、まあ、ちょっと商品化したいねっていうところで、はい、そういうのを常に常にハンドル材の研究からをしています。うわー、めっちゃ楽しみ。ありがとうございます。緑これ綺麗に染まったらめっちゃ良さそうですよね。そうですよね、すごい好きです。これあ、これでもうちょっと入れたいんですよね。ね、これかっこよくなるといいな、ね、入ってくるんですけど、うん、そうですね、ここを磨くんですね。はい、顎磨き、顎磨き、そうですね、お願いします。ちょっとそうこの機械でやります。はい。で、こういうベルト、エンドレスベルトつけて、はい、このマチの部分ですね、ここをちょっと、はい、まあ、もうある程度綺麗になってますけど、あの高さが違ったりとか、はい、まあ、手作りでできてるもんなんで、こう、マチの高さが違ったりするものを揃えてあげるっていうやつと、あとこの、ここですね。ここを綺麗にしてあげる。あの関東の方というか、うちの方はマチ出して、はい、あの絵付けするので、はい、ちょっとこう見える部分が綺麗に始末されてるように、はい、まあ、ちょっと空いてるとここが掃除しやすかったりとかすると思うので、実際の顎磨きに入ります。まあ、形整えながらこういうふうにこの指の丸さを使ってだんだんこう指にフィットするようなカーブを作っていく、はい、ちょっと何番でかやります。同じ作業こんな感じで、この機械使うと早いです、うん、あ、そうなんですね。昔は紙やすりを細く切ったのでゴリゴリやったりとかしたんですけど、はい、すごい昔は、あの社長の時からこの機械入れて、はい、あのこういう磨き方をするようになって、まあ、だいぶ綺麗に早く磨けるように。やっぱりこのマスキングテープとかしてる理由は他傷つかないように。あ、そうですね、やっぱりあの絵付ける時に煙がついちゃう、表面とかに煙ついちゃうと取れないっていうのも、はい、まあ輝度もそうなんですけど、はい、取れないっていうのもあるし、はい、やっぱりお客様のお手元に届くまでにできる限り傷をつけたくないし、はい、あの作業自体もやっぱりあの傷気にしながらやるよりはマスキングした方が、これは一手間なんですけど、はい、あの途中で気づかないうちに傷ついちゃうことってもあるんで、それをやっぱり防止したいっていうので、ギリギリまでやっぱりマスキングはしてますね。これ最後の番手です。これ滑らかに磨いてあげる。うわ、もうすぐ光りましたね。おお、全然違う。ここのマチの角をちょっと取ってあげて、あの指がかかっても痛くないように、ここ、ここですね、ここはやってあげないとやっぱ痛いかなっていう、こういう風にしてあげると、はい、まあ、指がかかっても痛くないとは思うんです。触っていただけると、いいですか。
おお、本当ですね。で、まあ、指でこう徐々に面取って磨い丸くしてるんで、まあ、指にこうここでヒットしてくれるっていうので、まあ痛くなりづらいんじゃないかっていうことでこういうふうに、はい、あとはまあ峰とかを若干修正したりすることもあります、はい、この、はい、どうしても円弧だけでやっちゃうと、はい、丸が丸いじゃないですか、はい、なんでこうなんていうの、部分的にこうへこんじゃうこともどうしてもあると思うんですよ、はいはい、なんで、まあ、これちょっとナッキング巻いちゃってますけど、はい、この反りに合わせたジグを一番適当なやつを合うやつを例えばやけどこういう感じで、はい、これだとまあぴったりだなみたいなのとか、はい、こういうことです、ね、そうそう、はい、でこれでこう合わせてあげる、もうやっぱり使う方のテンションも上がると思うんですよ。ありがとうございます。ハンドルはやっぱりできてるものを取り付けるが多いですよね。そうです。僕がやってるのは特注のこういう銀巻き、うちの場合特殊で、はい、包丁ができてからこっちを作るので、はい、あできればぴったりやっぱり作りたいので、うん、うん、ということで、 あとデザインも注文者さんのそれぞれ好みがあるし、はい、ここがこれでここは2本でとか3本でとか、はい、そういうのでこう注文があるので、はい、1個ずつ動くんで、はい、あの作り置きができないんですよ。というか尺の柳が5本とかそういうのがないので、うん、だからこういう形で1本ずつお作りして、太さも全部、まあ、あの直中長さも太さも全部、あの例えば手が大きい方だったら、はい、尺の柳なんだけど尺人の太さがいいよって言われれば、尺人の太さで尺の柳の長さで作るしっていう形で、あの作り分けるっていう形になります、はい、だから出来上がったのがこんな感じですね。ある程度これがあの着脱式やつですね、はい、ぴったり作ってるからできる加工ではあるかと思うんですよね、はい、ちょっとマスキング取りましょうか。水本焼きの尺に加工かも、水本焼き尺に、はい、まあ、加工式ですね。こういう感じで、でその着脱式なんですね。で着脱式です。ここが、まあ、ある程度ぴったりできてないと、はい、まあ、隙間がない状態ですよね。うん、で、これ何かで埋めてないの で、 で、ね、はい、包丁の中子のサイズにこの中をきちっと切っておいて、はい、そこにスッと差し込んだ時に、はい、これだけの隙間しか出ない。いや本当にすごいですよね。すごいですよ、はい、ということですね、はい、と言いますね。やっぱり1本作るのにガバガバ作ってもあんまりなんで、はい、接着するにしても僕はぴったりつけたい、はい、でここをこう目くぎで抜きまして、はい、こういう感じですよね。今目くじが抜けて、うん、でこれでこういう風に抜けると。だからこれまた研ぎ直しの修理の時とかも、そうですね、はい、今日磨き直してくださいって言ったら、うん、縦方向でもスッと磨けたりするんで、ここに通しの目くぎが通って固定されてる、はい、でぴったり作ってるからピンで止まってもガタガタしないっていう、はい、っていう形ですね。ここが人工大理石で、はい、やっぱ長いですね。そうですね、そうですね、まあ、手元重心が多いんでね、やっぱり刃先が重いのを包丁嫌いなので、うん、全部銀なんですけど、ここも隙間がないように作ります。ちょっと差し込んだだけですけど、はい、ここも接着剤見えたりしたら、そうですね、なんかぴったり作りたいっていうのがありまして、はい、こういう形、こういうか、これがこうなるって感じですかね。うーん、銀をあの加工、銀の材料ここにあるんですけど、はい、消していく。へ、まあ純 AG って、まあ、材料字で書いてある、はい、純銀なので、はい、その純銀って刻印を押してっていう形ですかね、はい、これ嬉しいですね。銀、まあ、装飾的な意味とやっぱりこう銀食器だったりとか、うん、韓国だったら銀のお箸使ったりとか、やっぱり食品、はい、まあ、毒物に反応したりとか、金属の中では圧倒的に殺菌能力が高い、金をあの殺菌してくれるっていうのがやっぱり金属の中ではすごく高い。はあ、お願いがちょっとこれまたつけてもらっていいですか。はい、いいですか。どっちか、こっちか、でこう刺して入れますね。でグッと感じですかね。でここに目くぎを、こっちが細くなっててこっちが太くなってるんで突き通らないような状態ですね、はい、でこうやってここでトントントンと感じですかね。で穴をこうガタガタしないように、はい、持っていただいてもいいですか。ありがとうございます。あ、で立つときは裏から叩く。そうですね、こっち側の細い方から作ります。八角形だと持った時に刃の向きって固定されるじゃないですか、はい、なのでいつもこういつもの仕事が再現性が高いというか、うん、そういうことはありますね。そうです、デザインが同じでもだいぶイメージが変わるんですよね、はい、これは同じ、あのデザイン的には同じなんですけどね、ここがこうちょっと太いので細銀が入って、これはデザートアイアンっていうアイアンウッドですね、はい、これがかっこいい。これとこれは同じ材料なんですけど色が違う、はい、でこれは黒炭ですね。これとこれは同じだし、その結局あのデザインは同じなんですね、はい、またここ模様入れるか入れないかとかも、まあ、
選んでいただくことができるし、そこら辺に木材があります。だからそれ用の材料そうですね。うわ、天然材のいいところっていうのはやっぱそこかなという、その、うんうんうん、材料が模様が他にないとい う, うわ、このデザートアイアンはここにあるので、うん、この中からこう選んでもらったり、まあ、ここがあればあのコブがすごいところとか、はい、筋が多いところとか、はい、やっぱシックな方とか、はい、軽めでとかね。そうですね。だからそれで、まあ、選んでいただいたり、実際に切っていただいて選んでもらう時もあるし、はい、そういう形で。面白いですね。面白いですよね。うん、木もいろいろあるんで。はあ。スネークウッド。スネークウッドあるんですか？スネークウッドとか。でもあんまり、ちょっと変化が結構、この状態でもやっぱひび入っちゃってるじゃないですか。本当ですね。ちょっとした乾燥でやっぱ入っちゃう。もう冬場の方が特に。でもこの模様はちょっと唯一無二なんで。はい、そうですよね。模様がすごく好きでっていうんであれば、はい、もう全然お作りすることは可能なんですよね。ですね、あのこちらの人工大理石の材料は、まあ、こういうカラーがいろいろあります、ね。はい、カーボンファイバー、これちょっと意味ないんですけど、カーボンファイバーの絵も作ることができます。これはもうほぼ最強素材というか、性能だけ考えたら、ね、間違いないですね。どういった意味で最強？硬いし長持ちする、変形しない。変形しないも大きいですね。やっぱりどうしても縮んだり膨らんだりして10年使ったらね、先壊れたりしますけど、カーボンファイバーすごい強いんで、買った時のままぐらい綺麗だったら嬉しいですよね。ただ工具が結構ダメになっちゃうんですよ。硬くて一本作るの結構大変なんですけど、できちゃったら最強。そんなにないです。木炭自体もそんなにない状態、いいものはないっていう感じになっちゃってますね。ありがとうございます。本当なかなかないですよ、こんな現在の現場もあって。それでこれはもう平らな板状になってるんで、はい、これにこう押し当てる感じ、なんか粉が飛んじゃいますけど、はい、こういう風に置かれてます。すごい、ちょっと粉が飛んでます。はい、こういう八角形を今つけていく。こんな感じで、まあ、やることはもう一緒なんですけど、これで、まあ、先ほどより細かくなったなっていう感じなんですけど、これで番手を追ってって、まあ、はい、ちょっと角度変えながら、はい、その前の傷が全部なくなったら次の番手つけて、はい、っていう感じで細かく磨いたっていう感じです。最終仕上げはあ、バフかけたりしますね。まあでも結構細かいところまで切る。ちょっとえ、本当だ。めっちゃ多分ここもすぐ詰まっちゃうんですよ、目が。やっぱここまで磨いちゃうと、はい、え、すごい。ここ今触ってもらったら段はないと思うんで、このまま仕上げたいんですよ。はい、わかんないわかんない、ダメとしてはわかんないぐらいな感じで仕上げたいんで、できる限り細かくやって、バフはもう本当に艶出し程度にしたいっていう、はい、そういう感じでできると感じです。はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。ちょっとちょっとこんな、なんですかね、普通だとこう温めて、刺して、はい、接着剤入れて、おしまいなところが、はい、だいぶこれも違うんです。まだ1年経ってない。あ、そうなんですね。もう新卒で。新卒で。新卒で。よろしくお願いします。お願いします。かっこいい。ケグッとこだからなちょっと負担で遠いですね。いや、贅沢すぎません？これでも彼が自分で使いたいようにちょっとここのレイアウトとかも自分で。そうなんですか。あ、じゃあ持ち場、その持ち場の職人の、はい、もうやっぱりこういうとこかっこよく作って、はい、見てこの歪み取り、あの歪みというのは包丁の曲がり直しの棒だけですけど、はい、で、奥部署かっこいいよねとか、はい、それだけでもいいんですよね、はい、それすごい大事なんです、はい、そういう感覚が。これはだから、あの粗味、要はまだ仕上げになってないもの、はい、中子用か、これ。これちなみに素材、普通のフェルトみたいな。フェルトの、あの吹き上げ用の、あれですね、超微粒子クロスです。おお、あの要は表面に触れても傷が入らない、いい、あの専用のクロスです、はい。これ何ですか？これは差し込んだ後に抜くときに当てるやつ、はい、あ、それで上を叩いてやる。なるほど。これここで傷つかないように、はい、ちょっとマスキングが割っちゃったりとか、ね、包丁自体もマスキングして付けしないと、はい、あの煙出ちゃうんで、はい、煙で表面曇っちゃうんです。せっかく綺麗に作ったのにもったいないですから、ちょっと頬の方、こっちから、はい、一応この布を巻いて、はい、少しでも熱が刃の方に入らないように、おお、
油を巻いて湿らせて、あ、もう煙じゃなくて熱も、お茶はもう熱が点滴ですから。マジか、まだ穴がだいぶ小さかったので、はい、まあ、仮穴開けで若干、はいはい、やっぱ熱で戻る、実際本当に戻るんですね、熱の。そうですね、はい、あ、だいぶ影響ありますね、これだけ赤くしますので、はい、あ、なるほど。少しでも少しでも、まあ、可能性があった時点でも、はい、そうですね、入れていきますですよ。あのため、ここ、はい、ちょっと煙がマスキングの上に、はい、本来マスキングなかったらこれが全部歯の方についちゃってるんで、はい、一応まあこれで保護、うん、でちょっと防げてる感じ。ここであの包丁が入った時にどういうふうに入るかのチェックをしておいて、はい、で、に一旦入るよねって言ったら、まあ、ちょっとの接着剤かませて、はい、と固定して、はい、っていう感じになります。初めて見たこのスタイル。これが下準備ってやつですか。下準備ですね、はい、はー、これで焼き込みは大丈夫です、はい、な、焼きながら接着までしないんですね。そうですね、ね、はいはい、そうすると熱入っちゃうので、はい、絵がよくやっぱりこう隙間が出てる絵とかってあるじゃないですか、はい、そういうのになっちゃうんですね、はい、ならないように細かいところですけど。本当にすごいですよ。でもそれの繰り返しですよ、まあ、本当にあ、そうした方がちょっといいよねの繰り返し、はい、ですね。あ、除光液ですかね。そうですね、これはリムーバーで、あ、ベタベタを取れたんですね。そう、ちょっと粘着分とか、はい、じゃあこうか、ちょっと頬の端材が、はい、隙間埋める用の、細いのと太い板で、はい、接着剤で突っ込んじゃうと、うん、ここに接着剤が見えるのが、うん、やっぱり気持ちよくないですもんね、はい、いや収縮率も違うので接着剤がちょっと引けちゃったりして、はい、くぼができるとそこに水が溜まってそこが錆びる、はい、みたいなことがあるので、はい、やっぱり膨張率一緒だ。同じ友材、頬の木だったら頬の木で埋めますし、黒炭だったら黒炭。隙間接着剤で埋めちゃいますよね、やっぱり。そうですね、はい、接着剤で埋めるとやっぱり引けたり、あのその接着剤が見えてること自体がちょっとあまり好ましくないと思ってですね、うん、いや、で、似た色の木材を選んで、はい、左右の微調整もしながら、うん、そんなことしなくていいから、ね、安くしてよって話はあると思いますけど、クオリティだけこだわり始めるとやっぱこういうの大事なので。そうですね、本当に。あ、やば、
下組終わったら、はい、接着剤をつけて入れ直します、うん、1日何本もつけられないですね。いや、本当ですよね、はい、ちょっと話変わるんですけど、このちょっとおしゃれな鋲あるじゃないですか、はい、これも作ってる職人さんというか作ってる、これあれです、海外からの輸入品です。あ、そうなんですね、はい、これでもモザイクピンって言ってナイフ系の方ではそもそも使われてるので、へー、オリジナルで作ろうと思ったんですけど、はい、これが結構良くて、はい、そのまま既製品を採用になりました。あ、これに関しては指定するともうそれこそ無限大にパターンあるんで、はい、え、それこそ朝模様とかはしなかったんですか。これで、ね、そこあ丸の組み合わせしかできないです、多分、多分ですけど脱線してしまいました、すいませんすいません。あ、ちょっともう一個すいません、いいですか。めっちゃ聞きたかったのが、待ち出しにしてる理由ってあります？ 2,3 ミリですかね。うん、そうです。開けてるじゃないですか。 2ミリぐらいですね。ここのこだわりはあるんですか？これに関しては率直にないです、はい、昔からそうで、うん、問題ないのに変えなくてもいいのかなっていう気がします。待ちを詰めるってできるんですけど、はい、ちょうど2ミリぐらい出すと指のかかりが、あ、顎の方の、顎のところ、指のかかりがちょうどいいぐらいになる、なるほど、ように設計はしてます。でも埋めるなら埋めるでちょっと待ちや、あの顎みがいたりとかもあります。で、ピタッとくっつけると、はい、ちょっと隙間があるんですよ、はい、ゼロにはならないんで、はい、その隙間にちょっと水が入る、でそこから錆びるって可能性があるので、うん、2ミリぐらい開けとくと、あの用事でもカッターでもメンテナンスできるじゃないですか、はい、というので、あの困ってないから、昔からそうだからっていう理由で開けてます。なるほど、ありがとうございます。今詰めたのを、はい、あのカットしていくんですけど、一発勝負ですね。わー、そうなんだ、一旦これで、あの隙間を銅材、共材で、あの方の木なので方の材料で、うん、あの隙間を埋めました、うんうんうん、はい、でこれで抜けなくなりますし、木が縮んだ時にはほぼほぼ同じように動いてくれるので、うん、後から出っ張ってきたりとか凹んでしまったりとかがない状況ですね、はい、でここからもう一つ工程あります。マジか、はい、いきなりやっちゃいましょう。お願いします。で目に見えない隙間が見えますので、うん、普通のろうそく、ろうそく、うん、はい、お願いします。カッターで温めて、ロウを溶かして、目に見えない隙間に流し込みます。で、吹きかけて完成ですね。こんな感じ。ちょっとツヤが出ました。そうですね、ツヤも出るし、埋まるし。量がきちっとやっぱり中まで入ってるというか、あの埋まってるので水入らない状態にはなってますね。これだと長く使っても、はい、あの耐えられる包材になる。黒炭も同じように、これ繰り返してすごいな、ちょっと黒炭も、あ、やっぱあるのか、同じように、すごいな、すごい硬いのいいね、それ。ちょうどいいやつがあります。すごい入ってきた職、その人、誰をどこのポジションにつかせるかって難しくないですか？難しいは難しいですね、うん、やりたいことと、はい、あのやってほしいことが必ずしも一致しないんですけど、 でもまずやらなきゃいけないことを、例えばですけど、はい、できることがまず少ないですね、うん、入ったばかりって、うん、例えばですけど、の付けってあの、まあ、簡単にやってますけど、これですらあの誰でもできることなんですけど、うまくやるの結構難しいんですよ、うん、できるようになったら、もう一つ、うん、もうちょっと難しいことに挑戦するみたいな感じでですね、
すごい、やっぱなんか頬と全然硬さ違いそうですね。硬いですね。ね、見ててもわかる。頬の場合は叩けば若干潰れて埋まってくれるんですけど、はい、黒炭だとそれがないんで、ほんとぴったり隙間通り作らないとどうしても見栄えが。この後接着剤流し入れて、はい、それと同時にこれも入れて固定する感じ、はい、ちょっとこの固定時間が結構かかっちゃうんで、はい、ちょっと前もって固定しといたやつがすごいあるんで、出来上がったものがこちらです、はい、今からこれカットして、ここを口をきれいにしていきます。ちょっと上で仮にカットした感じ、はい、あ、仮でちょっと上をカットして、そうですね、そうした方が不思議とカチッと一発で切るよりも、はい、全然スカッと切れるんで、ね、あ、そうなんですね、不思議ですけど、仮切りと本切りみたいな、はい、へえ。いや、これ神経使うな。こんな感じに花が、はい、ありがとうございます。でそしたらまた同じようにローで、うん、ここも蓋をして水を防いでくれるので、ちょっと話ずれるんですけど、ちょっとこれもなんか教えていただけますか。わかりました、はい、フルシンナー、これフルシンナーなので、錆止めとか、はい、防生剤、要は薄い接着剤の膜、こっちですね、はい、これ塗っとくと空気に触れないので、はい、虹色の膜、たまに鋼の包丁とかでよく見ると思うんですけど、 あれがこれですね、薄い接着剤の膜をやってくれる感じ、はい、でそれ除去するためにシンナーがいるので、うちはもう錆防止、傷防止にも少しはなるので、はい、ここまで終わりました。はい、すごい。この後、吹き上げで仕上げにこう綺麗に検品するときに、はい、ちょっともうちょっと綺麗に取って仕上げる感じになります。ちなみに、まあ、シンナーを拭き取るじゃないですか、はい、その時の布って何の素材使われてるんですか。ティッシュかコットン、コットン、化粧用のコットン。もう最後に拭き取るときはさっきの微粒子クロス、それで拭けば安全性みたいなものはすごい大事です、はい、表面の傷との戦いみたいなものはあります。ありがとうございます。ちょっと気になったのすいません、これって掃除用ですか。これ自分の親が作った掃除用のほうきなんです。え、親も職人ですか。いや、なんか趣味でもすごい、すごい、かわいいな。すごい、すいません、変なとこ突っ込んで。ありがとうございます。ありがとうございます。変人だったね、やっぱ変人の家族は変人なんです。そうなんか、ちょっと。